今日5月11日にこの津波が読めることを、偶然ではないと思ってお届けします。パールバック作。津波。キノとジアは大の仲良しです。キノの家は農家で山の斜面にありました。ジアの家は麓の漁村にありました。ある日大きな波がやってきて、ジアの家族も漁村も流し去ります。一人残されたジアは悲しみを乗り越えねばなりません。ジアはキノの家族に引き取られ、二人は兄弟のように過ごします。ある晩、ジアが眠ってからキノはお父さんにこう言います。ちゃん、日本で生まれて損したと思わんか？なんでそう思うのじゃ。家の後ろには火山があるし、前には海がある。損二つが悪いことしようと地震や津波を起こしよるときにゃ、誰にも何にもできん。危険の真っただ中で生きるということはな、生きることがどんだけいいもんかわかるというもんじゃ。じゃが危ない目にあって死んだらどうする。人は死に直面することでたくましくなるんじゃ。だからわしらは死を恐れんのじゃ。死は珍しいことじゃないから恐れんのじゃ。ちょっと暗い遅う死のうが早う死のうが大した違いはね。生きる限りは勇ましく生きること、命は大事にすること、生きるための糧を生み出すんじゃからな。そういう意味ではわしら日本人は幸せじゃ。この日本についての物語はパールバックの思い出から生まれたものです。ある夏津波がやってきて浜辺の漁村が流れたのです。ですからキノとジアのこの物語は本当にあった話だと
言えるかもしれません。ありがとうございました。